平成20年台風第13号は2008年9月に発生し台湾に上陸後日本に接近した台風である。進路図9月9日にフィリピンの東で発生し12日にゆっくりした速度で先島諸島に接近14日には台湾北部に上陸した17日には速度を上げて九州地方の南海上を通過し18日から19日に かけて東日本の南海上を通過した。21日、台風は日本の東海上で温帯低気圧へと変わった。この台風は発生当初から雲のバランスが良く海水温も高かったために急激に発達した。また、通常の台風と比較して延直構造が非常に強固だったため台湾に上陸してもその循環システム自体が崩壊することはなかった。 一時は非常に強い勢力にまで発達し、その上、先島諸島近海では動きが遅くなり、与那国島などの先島諸島を長時間にわたって暴風域に巻き込んだ。その後台湾に上陸、一旦勢力は衰えたものの東、シナ海の海水温が高かったことなどもあり再発達、9月18日から20日にかけて日本の南海上を通過していった。この時、 中心の気圧は985から990ヘクトパスカルであったものの中心付近の気圧経度が大きく最大風速は秒速30メートルに達しており暴風域を伴っていたこの台風は日本列島にもかなり接近したが上陸はせずに通過し2008年に日本に上陸した台風はゼロに終わった先島諸島では 台風が接近した9月12日から9月14日にかけて空の便、船がほとんど欠航するなど大きな影響が出た。与那国島では9月13日に飛行水量 765mm を記録し、従来の記録 491mm を大幅に更新した。ありがとうございます。